はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ファイナルファンタジー続きやっていきましょう。グルグ火山の前に来てます。さあ行きましょう。で、ここね、宝も多いですし、あ、これね、ダメージ受けてます。今が、バッツね、HP516 なんですが、まあ一歩歩くと1ダメージ。はい、受けるという、こんな感じです。で、ここね、宝も多くて、まあ結構長いんですよね、ここね。ただ宝ね、あの装備とかもあるので回収したいんですよね。でまた、ちょっとカットしたいなと思います。まあ今左にもね、まあ、宝見えてるんですが、ちょっとどの宝箱はさ、装備とか忘れたので、とりあえず回収しとくわ。まあ戦闘は基本逃げます。逃げて、で、この宝の前、まあ、ここ出てくるかな？あー、出てきましたね。で、こんな感じでね、まあ、固定の戦闘あるんですよ。まあ、こういうのだけ戦っておくと。まあ、基本っていうかね、まあ、結構ね、まあ、宝の前は、こうやって固定の敵が出てくる。もう一回、1マス上いきますね。宝の前。と、またこんな感じでね、まあ、ファイヤー出てくると。はい、ということで、カットしたいなと思います。はい、探索ね、終わりました。はい、装備ね、アイスブランド魔法の盾とかね、まあ、手に入れたやつ、装備してます。じゃあ行きましょうか、ボス戦。土のカオスを倒し、このマリリスの眠りを妨げたのはお前たちか。さあ次は火ですね、行きましょう。まあ戦う、まあ基本戦うで。さあ42、まあちょこちょこね、与えていくしかないです。これ全体ダメージ100、まあまあ結構受けたかな。で今日はね、赤は回復に回る、まあ、キングは回復に回ります。さあ321、結構受けましたね。まあ、文句はね、あの防御力、まあ、ちょっと低いですし、まあ、装備もね、ほぼほぼ買ってないと、変えてないと、手抜きですね。アイスブランドの音がいいね。さあここは問題ない、大丈夫。そうやね、まあ、もう一回回復しようかな。文句、まあ攻撃は上3人で大丈夫ですからね。キングはひたすら回復、まあ、いい感じに削ってると。まあここも回復に回ろうかな。ジャキンジャキン。さあ全体ダメージ、ただその後にね、回復が入る。次バッツ回復しようか。さあバッツも回復しようか。終わるじゃない、バッツの攻撃で。 OK、よしよしよし、順調っすね。やったーやったー。で、また、後ろのさ、あのクリスタルの後ろにあった、なんか魔法陣みたいなところ。まあ、ここからね、外出れるので。まあ、出て、街にね、ちょっと一回、戻りたいなと思います。ここっすね。
はい、街にね戻ってきました。俺は浮遊石をもう10年も追い求めている。どうもこの北にある洞窟が怪しいんだが、旅に出られないと。はい、じゃあ次はねその洞窟へ行きましょう。洞窟前に来ました。行きましょう。この氷の洞窟です。でここはね、まあボスとかもいないので、まあその浮遊石をまあ手に入れる目的はね。まあちょっとここもカットしますか。とりあえず今日はね、今日のまあ目標は引く手を手に入れる。まあ、敵は一応こんな感じですね。まあちょっと軽く戦闘して、ここはねそんなにね複雑じゃないです、ダンジョンは。ただここもちょっと欲しいアイテムあるという感じですかね。はい、まだね途中です。これは手に入れたいのはこういうね、ちょっとなんか光ってる石あるじゃないですか。ちょっとだけキラッとしとったよさっきね。キラッとしたよ。ただこれ周りちょっとひび入ってるところ落ちちゃうんですよ、これ落とし穴で。こんな感じで、はい、まあさらにね、洞窟進んで、あとはねもうこの落とし穴に落ちるだけと。で固定の戦闘があって、まあこれは全然強そうに見えるんですけどね、強くないです。はい、サクッと倒して、さあレベルアップいいね。はい、浮遊石ゲット。で次は砂漠に行きます。砂漠向かいましょう。戦うか。さあここはサクッと、いいね文句ね、だいぶ強くなりましたね。さあ敵来るね、倒そう。まあこいつら結構ねいい経験値持ってますからね、強くはないんですが。さあさらに進む。倒しやすくていい経験値、これもめんどくさいね逃げましょう。さあ到着。こっからは空の旅だ。さあ引く手ゲット。じゃ早速乗り込みますか。乗りますか。で次はね目的地は左、ちょっと左上、まあ上真ん中中心からちょっと上になんか点がいっぱいあるとかあるじゃないですか。あごに向かいます。ここは西ですね。西に向かっていくと。もうちょっと向かいます。はい、この辺ですね。まあ、今ちょっと穴があるんですが、一回入ります。で、ドラゴンの洞窟。ここね、宝結構あるんですよね。金ばっかりだよね、でもね。確か。ああ、入ってますね。ちょっと回収。こっちは OK だね。あとこっち。さあ宝をまず回収して、エクスポーション。
で9500ギル、いいね。2750、1520。オッケー、ここはいいかな、これで。よし、じゃあちょっと他のところも行きましょう。次はここ行こうか。遥か昔、ドラゴンと人間が共に生きた時代もあったんだが。さあ、どんどん話、聞いていきます。まあ、どんどん調べていきましょう。宝回収して、コーテージか。そして500ギル。さあ、話聞きつつ、お前たちが勇気あるものならばバハムト、リオ・バハムトに会ってみるがよい。さあ、バハムトの名前が出た。よし、ここ OK。 さあ、話す。お勇気ある者に称号を授けてくださる。北東にある試練の城、勇気の証を取ってくる。了解と。今回はバハムトに話しかけて、終わりたいなと思います。真の勇気と力を持つ者に称号を与えよう。勇気の証を持ってくるがよい。で、次はその勇気の証を取りに行きます。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。